敵を撃退する、ブルガール人の騎馬隊ブルガール人は、中世において、中央アジアから移動し東ヨーロッパで活動した、トゥルック経由牧民で、人種はモンゴロイドに属していた。ブルガール人の中で、広い地域に分散した部族のうち、バルカン半島のドナウ川下流域から、トラキア地方に侵入した一派は、ブルガリア帝国を建国。 キリスト教の正教会信仰を取り入れ、先住民であるコーカソイドの南スラブ人に、言語的にも人種的にも同化されて、現在のブルガリア人の先祖となった。そのために、プロトブルガリア人とも言う。ブルガール人の先祖は、オグールに属する部族であり2世紀頃に、ウラル山脈異生及び中央アジア西部から、ヨーロッパ大陸の東部に姿を現し、カスピ海と国海の間に広がる。 草原地帯で遊牧生活を送るようになった。一部はこの地域で、ン人の精神に加わり、東ヨーロッパに移動した。フン人の精神後、ブルガール人の一派は5世紀頃から、アバール人の一派と共にたびたび東ローマ、帝国支配下の東ヨーロッパ方面に侵入するようになった。6世紀の中頃、ブルガール人は、クブラトという人物を藩として、 アゾフ海の北岸からボルガ川下流域の草原地帯において部族連合国家大ブルガリアを形成した。しかしクブラトの死後、ブルガール部族連合は早くも分裂し、北方にはボルガブルガール、西方にはドナウブルガールが移住していった。現住地に残ったブルガール人たちはアゾフ海沿岸を支配する部族連合国家を維持し、ボルガブルガールや ドナウブルガールとの対比から大ブルガリアと呼ばれた。大ブルガリアの本拠地は、現在のアゾフロストフの北方の草原にあった。大ブルガリアは7世紀頃、西特欠の支配を脱して、精神を開始したカフカス北陸のトゥルク経由牧民、集団、ハザールによって駆逐され、多くの部族民は、ハザール加ン国に加わった。彼らは、次第に、ハザール人と同化してゆき、 10世紀にハザールが滅亡したのと共にほとんど解体した。なお、現在北カフカスのカバルダ・バルカル共和国に住むトゥルク、軽民族のバルカル人が、ブルガール人の後裔であるという説もあるが、推測の域を出ていない。クブラトの次男コトラグに率いられた、部族集団は、ボルガ川を遡って鎌川との合流地点に近い、ボルガ川屈辱部に定住、農業と交易に従事する、 ボルガブルガールとなった。彼らは、ハザールカガン国の支配下に入るが、後にアッパース朝と通行を結んで、イスラム教を受容ハザールの衰退とともに独立して、王国を形成したが、13世紀にモンゴル帝国に征服されて滅亡した。ボルガブルガールの人々は、ジョチウルスの領民となり、現在ボルガ国局部に住むトゥルク系民族の、 ボルガタタール人やチュバシ人はその光栄であるとされる。特にチュバシ人の話す、チュバシ語は、チュルク諸語の中でも、ブルガール人の話していた言語の特徴を保持しているという。一方、クブラトの三南アスパルフに率いられた一団は、国会北岸を経て、バルカン半島に侵入、ドナウ川の下流域に定住した。この集団を、ドナウブルガールという、 彼らは南隣する東ローマ帝国と戦って現地のスラブ人を支配する国家を形成し680年に第一次ブルガリア帝国を建国した。ブルガール半国のブルガール人たちは9世紀頃にキリスト教を受け入れ次第に高カソイドに属する南スラブ人と同化して今日のブルガリア人を形成していった。ありがとうございます。